えー、こんにちは、速回の久保ですまあ暗号通この辺でね止まるんじゃないかなというふうに感じるところはありますけど皆さんいかがですかねまあ一ところによるとどこかの大富豪が破綻したことによるその波及でこうなってると言いますけどもさあそうですかね果たしてあの規模の破綻がここまでのことを招くんでしょうかこれはですね別の要因もたくさんあることから我々は目をねそらしちゃいけないと思うんですよ。 まあどんな原因があるのかってことは私も一言では言えませんけどもねただ対抗策と言いますかこの暗号通貨なり投資なりにおいて最も重要なのは取得単価じゃないかなと思うんですよで取得単価がまあちょっとね適正じゃないからちょっとこちらをご覧ください色々と慌てるところが出てくるんだと思いますえ例えばねビットコイン482万で付けてますけども私の平均取得単価 これね、68万なんですすすよどうででかかね、ねしますかね68万で買い付けたビットコインが480万になったところで値段が下がったっていうふうに見えますかねでもビットコインが値上がりしたのを見てあイーロン・マスクさんが買ったんだだったら大丈夫じゃないかなってことで500万を超えて買った人ってのは現在戦々恐々としてるんじゃないかなと思いますつまりスタートがね遅すぎるんですよね確かにビットコイン 知らなかったって人が多いと思いますしどうやってウォレットを開設すればいいのか分からなかったって方もいると思いますけどももうすでにそういった形でね情報で遅れを取ってるんですよね、まあ、だから遅きに失したというやつですやっぱ先行者利益が投資の大基本原則ですから先に参加した人に勝ち目があるんですよねもちろん先に参加した人はその分だけリスクも取ってますからビットコインなりイーサリアムがこのまま消えていくんではないだろうかこういうふうなね 暗号通貨のランキングサイトなんてのがなかった時代からビットコインに目を向けていた人がまあまあたくさんの利益を得ることは仕方がないかなと思うんですよでそのイーサリアムですけども現在34万ですよね私の平均取得単価は実は3万円なんですよ、まあ、ですんでこの時点で10倍を迎えて私は最終的にですね100万円前後の決済を目指してますんでどうでしょうか3万円で買ったものが例えば90万になったこれ30倍の利益ですよね だからこういうふうなことを狙うためにまだほとんどの方が知らない時まだほとんどの人が買ってない時に参入しておかないと低価格で買うことって不可能だと思うんですよ体のエラーに至っては0.2円のプレセールで買ってるわけですから今1000倍以上の値をつけてるんですよね一時期は300円を超えて350円前後に迫りましただから300円超えて買った人ってのはね今これまた戦々恐々だと思うんですよ平均取得単価がいかに大事なことかということが分かると思います で、えー、先日私が大量販売したリップルですけども私と同じように大量販売をしたまあ,ある一定数のね資産を持っている人がいます逆に言うとそういった資産を持っている人がリップルを安値で買っておいたものを200円前後で販売するからここまでの暴落が起きるというふうに考えられるんですよ、うん、ですんでねリップル多分100円を超えて買った人っていうのは本当に今辛い思いしてるんだと思うんですよね、まあ、リッッププルってのは長年トップコインを 維持ししてまたたからねナンバー3だったですから、ねまあ、ですんで、信頼が厚いのも仕方がないと思いますし、各国政府中央銀行なりが、リップルをね、かなりブリッジ通貨として買ってましたんで、まあ、そういった信用もあって、うんまあ、今みたいな状態になるのは、なかなか苦しい状況だと言わざればならないのかなと思います。さあ、それでね、今年のことですけども、今年の1月2月に私は、ある一つの、まあ、草コインといいますか、それほど有名じゃないコインを、 研究して、これにチャンスがあるってことを申し上げました。それが何かというと、Zinfi Network です。当時ランキング100位にも入らなかった、まあ、本当にね、マイナーコインだったんですけども、現在どうなってるか。当時の価格は2円でした。Zinfi Network。これです。78位に食い込んできましたね。詳細省きますけども、13.22円になってます。この暴落が続く中で13円という価格をつけてるんですよ。いかがですかね 2円で買った方、今どう思,うどう思います ?2 円の時代長かったでしょ。そして5円になった時に、もう一回私はジンフィ品ネットワークを取り上げて、これは10円を超えてからが本当の価格の上下が始まるよと。だから10円を超えたらもう買わない方がいいっていことを申し上げました。これも何回も申し上げたんですよ。で、それによって購入した方もかなり多かったというふうに報告いただいてます。で、ジンフィ品ネットワーク買った方はね、今ね、 絶好の決済的になってますね、うん、13円いやーいいんじゃないですか当時2円3円で買った方ってのは少ない金額でたくさん人品ネットワーク買えてますからまさに今6倍の利益を出して決済することができてると思うんですよまあこういう感じでねえー、暗号通貨もう買った時が全てですよ高値掴みしてるのか 誰もが見向きもしない安値で買えてるのか、もうこれに尽きるんじゃないかなと思います。精神状態もきっと安値で買いたい人っていうのはとってもいいでしょうしね。ただ、この通貨大丈夫かなっていうふうに、恐れなくてもいい時に恐れた方、安値の時、無名の時に恐れた方、そういった方はなぜかですね、私たちから見ると、そんな価格で買って大丈夫なのっていうふうに、恐れるべき価格でなんか買ってしまってるんですよ。 最近何とか通貨って調子いいからね買っとこうかなっていうのがもうすでに判断の間違いなんですよ調子がいい時に買っちゃたメなんですよほんとペンペン草の時に買わないと何者にもならない時に投資してあげるからその通貨の研究開発費広告費が賄われてどんどん成長するわけでしょ成長した時に買ったら成長しきった時に売って利確する人の餌食になるだけですからね これをね毎回毎回申し上げないといけないのはちょっとね辛いものがあるんですけどもまあでもね私のの視聴者さんの中で損失を出すす人はななるべく減らしたいいと思います実はね暗号通貨系の YouTuber で横でつながることがあるんですけども再生数やチャンネル登録が多い人ほど多くの人に損害を与えてるっていうね現象があるんですよね。<laughs> まあそれはね、より具体的なマニアックな情報を流している人には、あんまり視聴者さんつかないですからね。なんか分かりにくいことばっかり言うし、感覚的だし。私もそうなんですけども、ほとんどここまで来たらね、あのー、理屈よりも勘なんですよ。勘の方が当てになるんで。で、勘っていうのも山勘じゃないんですよ。たくさんの裏付け操作を繰り返してきた結果、働くようになってくるんですよ。感覚。FX もそうなんですけども、チャートの形を見て、 本来公式通りだったら買いなのにいやこれはでも数少ない7対3で本来7割は買いなんだけど今回3の方が来てるなっていうのは勘が働くんですよね。うん、その勘を働かせるためにはやっぱり日々コツコツと繰り返しトレーニングするしかありませんし基礎情報の収集に長けるしかありません。そして肝心なのは自分の考えを求めてこうやってねアウトプットしていくってことなんですよ。アウトトトププッッしない限りインプットは コンダクトしてるんですよねもうまとまってないんですよ言語化してまとめて人に伝える意思を持って言葉や映像にしたときにそれは長期記憶として自分の思考に変わっていくんですよねだから今回お届けしたようなそういう思考の作り方っていうことなんですよね暗号通過思考の作り方ちょっとね伝えることができたかなと思いますけどいかがだったでしょうかそれでは失礼します